はい、皆さんこんにちは、シスです。はい、です。じゃあね、最終回に向けてラスダンの最後のところを進めていきましょう。このザコ戦でいきなり死んだりしてな。いや大丈夫ですよ。そういえばさ、サクラトリックっていうさ、なんかアニメあるな。アニメを見たんだけど、あれ完全に俺向きじゃね？どうなの？見てないからわからないよ。あのね、完全に女の子同士の恋愛を描いた作品ですね。なるほど。うん。もう完全に俺のためにあるんじゃないかと思い始めたわけです。なんか、それがシスのおすすめ。まあ、今期それかさっきのどっちかだね。確か、さっきもそんな感じだな。あ、そうなんだよ。なんかびっくりした。俺のためにあるんじゃねえかなと思って。シスそんなのばっか見てる。そうなんだよ。で、そういえばさ、コミックユリ姫からまたなんか、アニメ化するらしいね。シスがコミックユリ姫の愛読者っていうのが伝わってしまったな。やっぱね、昔からね、今、リルイトドン。おー、いい魔法覚えた。あれなんだよ、やっぱ昔から小学生か中学生の頃から、やっぱりね、少女革命ウテナとかに触れたのがね、いけなかったんじゃないのかな。元凶。てか、もうそれ、ラスボス直前になんて話してんだ。もう今では完全にね、ユリ属性、ユリ属性。立てば芍薬、座ればボタン。歩く姿はユリの花って、またセーブ？これで3パーティー全員セーブポイント。これで穴があるね。穴多分入るんじゃない？そうだよね。穴があったら入れたいっていうね。あー、スイッチだ。やーべー、これ全員踏んだら、うん、これラスボスでしょ。これ確実ラスボスでしょ。これ入るでしょ。そんな安易な。いや絶対安易だよ。でちなみに俺らこうラスダン入る前につけた幻獣を全然覚えてないから、ラケーとかで戦うことになるけど大丈夫？魔法チーム脳筋がいるから大丈夫でしょう。そう、踏むよ踏むよ踏め踏め、イエス。あー、やってしまった。ケフカかな。 BGM 闇の木の。木のが戦闘か。これは風魔壁じゃないですか。ようこそ諸君。懐かしい笑い声。来たー、ケフカ。皆さん必ず来ると思ってふさわしい言葉を一生懸命考えて今、お、聞きたいね。ケフカのこの考えていた言葉。もうハードル上げるわ、自分で。ひでえ。さあ、なんて言うんだい？どこまで破壊を繰り返す？あ、違った、これ違ったわ。ケフカの言葉じゃない。これか、これか。私は最高の力を手に入れた。ほれ。あ、これを考えてたの？この素晴らしい力、お前らなど問題ならない。レビテと俺らも使えるけど、みんな壊れて、レビテとの火じゃなくね。みんな壊れてしまえ、すべてはいずれ壊れゆく。ああ、ラスボスにありがちな考えだよね。乗車必須の断り的なやつな。ただね、でも人はまた新しいものを作り出すことができる。せおい、何もまだ言ってない。それさえもいずれは滅ぶ。なぜ滅ぶと分かりきっているのにまた作る。死ぬと分かっていてなぜ生きようとする。死ねば全て無になってしまうのに。なんかケフカはどうしたいんだ。急に哲学キャラになったね。え、 NO になりたいの。大切なのは結果じゃない。今何のために生きているか、何を作り出すことができたのか、守るべきものは何なのか。なんかいいこと言うね、ティナ。生きている間に人がその答えを見つけ出すことができればそれでいいんじゃないのか。お前は見つけたのですか、この死に耐えようとしている世界で。死に耐えよう死に耐えようとしている世界で見つけた。お、
愛する心、守るべき人、心の中の妻と子、友と家族と、あれはリルムとかね、俺のことを可愛がってくれる兄貴だ、え、あ兄貴いねえけど留守番してるガッ、私を受け止めてくれる人がいる、あーいるね、可愛い孫がおるぞい、憎たらしいけど放っておけないジジイがいるよ、友の翼引く腕、仲間がいるクポ、仲間置いてかれたけどな、あ、みんな、みんな仲間か、ここにいるみんな、ここにいるみんな、あーここにいるみんな、うん、親父、ここにいない親父は、お、音楽変わった、気に食わないですね、そろそろ、そろいもそろって口答えして、うきゃならば私がそいつらを消し去ってしまいましょう、お前らの生きる糧を、さて、まあまずは第一形、ああそういうこと、消し去るってデフカさん、マジで慈悲、世界の半分俺にくれよ、この世で一番の力を私は取り込んだ、あー三頭身か、なるほどね、それ以外のものだとカスだ、カスイカだ、カスイカのイカだ、頭悪い発言だな、ケフカって基本なんかちっちゃい子供みたいだよね、お天に登っていく、全部破壊して死の世界を作るのだ、命は夢は生まれ続ける、それもこれも全部破壊破壊破壊、全部破壊だ、もうダダッコだからな、ケフカ君、命を奪うことは許せない、ヒャッヒャ、死のない破壊など面白くもなんともないわ、これさ結構世界やばいんじゃないの、もうやばいよ、大量の死者が出てるよね今ね、まあ、この世界になった時点で結構やばいけど、確かにね、大丈夫かこの世界、ドラゴンボールなくて結果ケフカ倒しても大変なことになってんじゃない、許せんケフカ、まあ、立ち位置変わってんねみんな、え、さあ順番を決めてください、順番、対マンってこと、勝ち抜き戦、対マンじゃない、え、ティナ、ロック、カイエン、シャドウ、マッシュ、え、どうやって決めるのこれ、まあ、ああ、こういうことか、言っとくと、ああ、そういうことね、うん、どちらかというともうフルメンバーを上の方に置いといた方がいいよ、あ、俺もね、結構そういうタイプ、ポケモン赤でまず最初にミュウツー出すタイプだったわじゃあとりあえずこの順番を考えましょう、多分444のはずだよね、まあね、詳しい仕様に関しては戦いながら覚えて、そうだね、じゃあちょっとここでパーティーをか、あー装備とかもうちょっと考えときゃよかったまあいっか、組んでいきます、いけるいける、よし、こんな感じになりました、特に特に何も考えなかった、考えろ、いや、とりあえずリルムが結構ヒーラーじゃん、うん、で真似すればゴゴもヒーラーになれるから、ゴゴは結構ね汎用性高いから、リルムゴゴで徹底的にケアルガを打ちながら、ストラボスでアルテマしてモグでジャンプすればいいっしょ、なるほど、あとは雰囲気雰囲気、あとは流れでお願いします、ゴゴが戦闘っていうのも面白いな、行きましょう、はい、やっいきなり戦闘、神 BGM 来るぞ、んなんだ、あ、うん、え、これケフカじゃなくね、はい、魔法、やべえ、ワンパンいて、ケアルガジャンプ、これ磁場転換されたぞ、アルテマ、あ、3体いんのか、じゃあチェンジしとく、チェンジ、はい、どのくらい食らう、ミス、おじいちゃん受けた、はい、チェンジ、いいね、アルテマどのくらい食らう、あ、強い強い強い、いけるいける、お、ナイス、おじいちゃん頑張ってる、オッケーオッケーオッケー、ちょっと、あ、後ろ後ろ、
衝撃波アルテマ、あ、後ろ下げてね。まあ、いいや。魔法、え、また磁場転換された。あ、これもうじ、あ、これあれだな、磁場変えられるからとりあえず普通でいいな、これは。アレイズ、いや、その前に、まあいいや、何も言うまい、もはや。うん、大丈夫大丈夫で、魔法なんか、て、アルテマシュイッシュイッニッ、魔法ケアルガー、うわー、いっぺー、いっぺー、一発か、一発か、待って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 、ちょっと待って待って、プロテストかな、いろいろヘイストとかな、いろいろかけなきゃいけねえな、これは。むしろラスボス戦でなぜかけないのかっていう。トップ3の時はね、あ、ねえねえ、何もねえ。あ、午後でチャックするか、午後だったら、うわアレイズしかできねえ。よしよしよし、戻った戻った。でもチョンカちょっと入れ替わった。まあアルテマがあるからそれで押しながら、とりあえず、やっべやっべ、回復減った、やっべ、とりあえず、ちょっと僕は攻撃より今先にすることあるんじゃないの。いや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 、待って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 、あぶな、なんか、よしよしよし、死んだっぽいな。起こすよ起こすよ、ジバジバツイッター、これあかんこれあかん、死んだ、待って待って待って、俺はまだ死にたくない、俺はまだ死にたくない、ひどすぎる、スリップ、おーし、よけだ、待って待って待って、ね、ちっとここでリルムだ、リルムを起こさないと話になんない、リルムを起こして起こさないとって言ってたのに攻撃をする、だ3、大丈夫大丈夫、とりあえず1体まで減らしてから体勢を整えよう。今2体いるでしょ、2体いるな、うん、とりあえず敵の攻撃を和らげるために1体まで減らして、そこでなんだ、あ、これ死ぬやつか、あ、てか違うわ、石化とかするやん、あっぺ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 、お、危な、とりあえずケアルガだけ入れとこう、石化が有効に、え、で、あ、やっ、今ケアルガ入った、で、ここでストラゴスがアイテムで万能薬、今誰にかかったこれ、あっぶねあぶね、スナーブル、よしよし、万能薬から魔法で、アレイズでモグ起こし、モグ起こし、あー、全滅ある、あっぶね、一人回復した、よしよし、さあどうやって体勢を立て直す、ちょっと待って待って、攻撃したい攻撃したい、アルテマこれについて何も覚えてないから、この人何も覚えてないから、これ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 でリレイズとかかけとこうか、ほほ、なんかまともにリレイズを使ってきた、リレイズリレイズ、おじいちゃんはなちょっと送って倒しちゃうから、モグはで、モグはなんかいろいろあるな、シェル、誰かヘイスガとか覚えてないのかよあ、これダメだ、え、おじいちゃんは下の方なかった、オッケーオッケー、ちょっとこっからね、ちょっと補助魔法ターン入りますわ、あ、ストップストップないんだよこれ、ほらなんで攻撃メインだな、おじいちゃん、え、てか MP やばくね、ああ、そんなもんはアイテムが無尽蔵にあるんだから使いなさい、魔法リルム下げといたら、リルム下げるか、おじいちゃん前にいるのかこれ、恐怖の視線これ戻しましょう、
エスナへえー、これはどうなるかだな。あ、リレーどこまでかけたっけ。あとモブだけじゃなかった。わかんねえ。おじいちゃん MP 回復したら危ねえ。14個もあるよ、エリクサー。これって、エリクサーってなんだっけ？全え？エリクサーって、お、すんげえ。あ、全部か。HP、MP 全開だよ。オッケー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 。ちょっと冷静に、今これね、アクティブモードだからね、何もね、ちょっと考える。俺、こういうの苦手。あとかかってないのはプロテスぐらいじゃん。ヘイストのターン。ヘイストのターン。ヘイスが使いがいないのが痛い。下で石化してる子いるんだけど、直さない。いたわ。やべ、やべ。私は転換された。ヘイストのターンから、ヘイストのターンから、お、いいね、いいね。この、やっぱ1体だと、1体だと耐えるな。うん。まあ、さすが1体だからね。プロテストのターン。FF5 の時はマイティーガードがあったから、この作業が楽だったけど。プロテストのターン。今回ないからな。そうなんだよね。マイティーガード、青魔法、覚えてきたかったな。まあ、前回はいろいろ覚えすぎて。ラスボス戦楽勝してみたから。そうだね。楽だったからな。恐怖の視点誰だ。はい。ミス。あ、これであとは全員、後列にして。そうだね。これで。倒せばいいんじゃない。下げる。そしたら全クリだ。下げる、下げる、下げる。あ、全クリだ。オッケー、ねえだろ。ケフカがまだ残ってるからな。はい、行ってらっしゃい、モグちゃん。まあ、閉めてもらえますか。これなんでリルムか。リルムは、まあ待ってるっていう手もあるし、MP 回復するっていう手もあるし。エーテルスーパーでも使っていこうか。あ、ラストエリクサーっては知ってる？どういう効果？ラストエリクサーはやっぱラストに使うエリクサー。あ、おじいちゃん死んだ。あっぶねえ。あぶねえ。ぶねえ。で？じいちゃんのリレーズ切れたこと覚えてきな。オッケー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 。いきなり とりあえずケアルガからだろ。ケアルガからだろ。開幕ケアルガ。はい、開幕ケアルガ必須。登っていく。うのんこすげえな。絵がやべえ。たくさんいる。俺は手のひすんげえ登ってると思ったけど、実は手のひらの上で踊っていたっていう。あ、そっちだな。あ、ちょっと待って、ジャンプしようか。え、なんか消えた。あ、違う。迷ってる場合じゃない。あ、決定押してないのか。決定押してないのか。あ、あれ、これ誰、アルテマ。危ねえ、アルテマとか使ってる場合じゃねえ。あれ、なんでこれな、回復しろ。なんでできない。 MP がないんだよ。え、なんでみんな使えないの。フィルムカッパだからだよ。ああ、そういうことか。そういうことか。ちゃんと見ろよ画面。はいはい、カッパって何を見てるんだ。アイテムがないじゃん。ゴンゴン、アイテムセットしてないだろ。いや、ほらどんどん死んでいくよお前。アイテム、やばい。ひどすぎる。エリクサ、いや、もうラス、なんかないの持って今。いや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 、もうお願いだから行動して。エーテルスーパー入れて。敵がずっと俺のターンバリにも攻撃しまくってるぞ。あ、使えない、何も。アイテム使えるでしょうが。ケアルラとかはかけてるか、しょうがない。え、ケアルガがなかった。ガまだ使えないね。万能薬で直して。お、やっとケアルガ使える。オッケー。ケアルガ使えたけどな、カッパだけど。で、ここでアルテマ。うわぁ、ひどすぎる。なんで、さっき万能薬で治さなかったっけ。ずっと治ってね。
ミスタイル割合ダメージかな、とりあえず。おじいちゃん、おじいちゃんしか攻撃してねえ。リフレク、まあ問題ないだろ。まあアルテマ使いだからな。でケアルが入ってリルムが戻ったから、これで起こせると。魔法で起こせますと言ってて、やべえな。アレーズの消費向きでけえな。とりあえずケアルがかけないと死ぬ。やめて。誰だ。うわマジか。アタッカーが、アタッカーが、うわなんだこれ、状態異常か。うわ寝た。ケアルがとりあえずリルム起こすか。どうや、あー午後アイスナがあるか。 MP が切れてなかったら万能薬がある。あ、使えねえ、使えねえんだアイテムが。待って待って、魔法起こして、うわうわうわ、ちょっと待って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 、これはやべ。起こして回避できたのはリルムだけか。とりあえずモグも起こさないと。拡散レーザーか。やべ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 、回復もしないと。とりあえず生きてる人を回復。リレーズ、やべえ、めんどくせ。ケアルガでをやって、アレイズでモンクを起こして、アトミックレイかで、これを回復させなきゃいけないから、動けねえ。一応ケアルガ入れといて、ちょっと MP 回復ケチってると行動できないターンが増えてくるぞ。オッケーオッケーオッケー。で、モグでリルムにエリクサ投げるか。モグ HP3000 弱か。で、これでエリクサどこだ、エリクサを投げて、これでリルムが魔法使えるようになるだろう。うん、グラ、もう超回復は超安定にしときたい、なるべく。これは何もできない、ちょっと置くとこ。エリクサー待ちだな。で、アルテマ、おー、誰だ。おっかおっか、うわー、で、まだ、あ、来たー。でも、俺は回復する。死ぬなよ、死ぬなよ、死ぬなよ。おっけ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 、いってしまえ。よしよし、とりあえずアルテマ、アルテマに頼る。アルテマに頼るしかない。誰にスローかかってるか覚えてたか、また。覚えてない。でもどう見てもストラゴスだ、これ。で、ストラゴスだけじゃないぞ。そんな余裕はなかった、見てる。とりあえずケアルガがかかってるから、リプル、アルテマ、アルテマは重要。アルテマは重要で、うん、で、とにかく、まだ大丈夫だ。3。モグ働いてる？モグはいける！ナイスだ！まだ大丈夫、まだ大丈夫。おい。わかんねえけど、適当に投げとこう。多分、そろそろ塩ビ切れてただろう。よし。どうかよ。適当だ。大丈夫、エリクサーは結構ある。じいちゃんの補助何にもかかってない。ラスエリもある。なんかどっかが死んだ、なんかどっかが死んだ。オッケーオッケーオッケー。とりあえず 4体もいるのはまずいから、減らせ減らせ。なんか減った、なんか減った、なんか減った。リフレクかかってるのちゃんと確認して今ファイカやったの。もちろんもちろん。あ、よくお前覚えてたな。あの真ん中の上くらいのやつだ。で、魔法。オッケーオッケーオッケー、来た。え、入れた、入った。あー、そうか。もうちょっといけるか。魔法で。もうちょっとよりも。死ぬだろ。来てる。来てる来てる来てる。ケアルが入った。大丈夫大丈夫。これでケアルが入ったから、もう一体倒したところで体勢立てな、手直そう。いいよいいよ。回復回復。ヒーラーに魔法アタッカー1、物理アタッカー1か。あ、バランスはいいでしょ。補助がいないのが気になるかな。
ホジはね、いないわ。ネットでやってるんだから、バフの大切さわかるだろ。やべえ。やっばいやっばあマジかマジかマジかよっばっばおじいちゃん頑張った生きたい生きたいなんだこれおひどい回数の攻撃。お前見てるんじゃない、早く選べ。あ、俺のターンか、俺のターンか。なんでそこで攻撃を選択する。倒すよ倒すよ。ファイがなんでそこで攻撃したの。ヒーラーが2人死んでるっていうのに。起こすよ、デスペル。なんだなんだなんだ、大丈夫だ、お前はデスペルでも大丈夫なやつだ。あ、やっちゃった。このタイミングで変わったか。え、なんで今変わったの。俺攻撃したっけ。違う違う違う、今のファイナルアタックだったんだよ、デスペルが。そういうこと、うん、え、これ何、ゴゴとリルムがもう戦線離脱ですか。見てればわかり。どうなんだ、ゴゴとリルムは。あ、変わった。え、待って待って待って。さあ、ヒーラーが消えたぞ。大丈夫、とりあえず回復しよう、回復。大丈夫なはず。わかんねえわかんねえ、誰だ。待って待って、シャドウか、シャドウ KR が持ってる。あ、シャドウ回復にしよう。オッケー、これ大丈夫だ。あったな、シャドウ入れといて。あ、もう考えてたわ、作戦通り。本当かよ、ホワイトウィンドとかすんの。これ攻める。うわ、やっぱりマッシュ死ぬな。どっちが今ホワイトウィンド、左か、必殺。あー、これダメだな、死んだ。うわ、メルトンか、マジか。もう回復いたっけ。じいちゃん相性いい、大丈夫だ。アルテマ、うまいことうまいことジャンプが重なってくれ。うわー、早い。4000。あ、起こして、起こせ、ジャンプして、おわ、回復。どっちがしてんだこれ。あ、見た目、うわ、6000、左だろうな多分。ジャンプがうまいこと重なってきて、マッシュ起こして、とりあえずマッシュで無限トーブ入れてかないと。おっしゃ、いやでもおじいちゃん当たったぞ。俺寒い。ケアルがこの、でもまだまだなんとかなってる、なんとかなってる、なんとかなってるよ、なんとかなってる。ジャンプする。あ、この無限トーブ、どっち、左に行ってほしい、来た。多分左だろう。違うのか、さっきホワイトウィンドウで4000とか出てたから倒せる気がしたんだけどな。なんか倒した。近く死んだ。あ、左が死んだんだ。おう、ケアルが入って、アルテマで、ジャンプ、無限トーブ入った、オッケー。で、魔法、ちょっと待ってよ、これ攻め、あ、まあ一応ケアール少ないから安定してるな。ケアール、おっぶんねー、生きた。いや、トルネードは確か瀕死になる魔法だった気がする。OK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 1、2、2回か。あー、死んだ、やばい、2人やばい、死んだ。あ、違うのか、攻撃じゃねえ。アイテム、万能薬、あ、でも必殺技必中か、だったらいいや。状態異常回復より HP 回復を優先した方がいいんじゃないか。何これ、何もできない。やべえ、カウンター。シャドウ避けた。待って、何、ちょ、シャドウでケアルがしたい、シャドウでケアルがしたい。安らいだ、おっしゃおっしゃ。え、安らぎたい、俺も安らぎ拒否した。ここで、この瀕死の状態。待って。次は何？あ、ラスボスっぽい。
ったわけっすか。なんだこれ。え、開幕全滅あるぞこれ、開幕全滅。やべえ。シャドウが、それシャドウがケアルガだ。ボロボロだな。トゥートゥー、この音楽知ってる、この音楽知っとる。きっと、連続のティナ来た。あ、ここでティナ、ここでティナ。はいはいはい、ティナのファイラーを見せてやろう、俺のファイラーを。あ、命、夢、希望。どこから来て、どこへ行く。中二病だな、お前は。そんなものは、この私が破壊する。長いすぎだ。とりあえず飛んどけ。いや、かわいい。飛んど、ここ、心ない天使。あ、一応体勢立て直したいんだったら、ラストエリクサーっていうアイテムあるからね。ちょっと、1とか。アイテム使い間違えんだよ。これなんで魔法できないの。なんかついてんの。万能薬使ってみるか。1、2、ダーツ買うくらいならもうアイテム使った方がいいよ。うわ、一発。これなんかさ、魔法が使えないんだよね、なぜか。万能薬使っとくか。アイテム、これ使えるようになったわ。え、鬼畜じゃね。お前は一発で倒してくんのか。なんでこの状態で回復を優先すんの。回復じゃねえ、攻撃、攻撃。すげえ、一発で倒してくる。落ち着いて。カオスを超えて終焉が近づく。頭持った、頭持った。気持ち悪い。ミッシング、ミッシング、なんだなんだ、何が起こる。うわ、やばそう。ストラゴン死んだかな。うわぁ、つえー、ケフか。てか、後ろまだいるでしょ。ん？ 4 人死んだら終わりだよ。はい、というわけでね、ケフカにやられたところで、ちょっと今回ここまでにしましょう。まあ、引き続きリベンジしていきますので、行きましょうか。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。